中国遼寧省の悪名高き強制労働収容所馬山家労働強要所で行われている拷問の実態を明かしたドキュメンタリー映画鬼の頭上の女性を制作したトヒンさんが最近行方不明になっていることが分かりました。ドキュメンタリー映画の主人公の一人リュウカさんは数日間も連絡が取れないトヒンさんの安否を案じています。リュウさんによるとトヒンさんからは毎日少なくとも1回は電話連絡があったそうです。最後に連絡があったのは5月31日、トさんはニューヨークタイムズの同僚に翻訳を頼みに行くと言っていたそうです。しかしそれ以来連絡が取れないそうです。我々がリュウさんに電話取材を行っている間も電波の妨害がひどく通話は途切れ途切れとなりました。リュウさんによると最近は電話がずっと監視されている状態で通話もすぐ切れるそうです。トヒンさんは自身が制作したドキュメンタリー映画放映会のため5月に2度香港を訪れました。その際中国共産党当局の抑圧には屈しないと強調しました。天安門事件から24周年を迎える今年、中国当局は言論への抑圧を強化し、各地では多くの陳情者が拘束されました。また、多くの民主活動家や人権のために戦う意見者らは、当局の脅迫を受けたり、または軟禁状態に置かれています。新唐人テレビがお伝えしました。中国当局，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 中国当